タウンジーは、ミャンマー中部の都市、シャン州の州都。地名は、大きな山に由来する、秘書地として知られる。タウンジーは、シャン山脈のシッタウン山脈のふもとにある、小さな村だった。当時は、シャン族の人口が多かった。イギリス統治時代、タウンジーは、南シャン州の州都だった。1894年、タウンジーの近代的発展が始まった。イギリスが、 司令部を陰霊湖東岸のマインタウから高知のタウンジーに健康と地理の理由で移した。1906年までに1000個以上の家が建った。軍の守備隊も置かれ、町は大いに発展した。陰霊湖の東 15km、海抜 1400m 超の高知に位置する。西に 40km 離れた平方には空港が置かれている。タウンジーは温帯カウ気候に属する。 一年を通して気温は高く、冬でも温暖であるが、夜間になると気温は下がる。12月から3月にかけての冬季は乾燥しているが、4月から11月にかけての夏季に入ると湿度は上がる。ありがとうございます。